皆さんこんばんは、ケラハルと申します。前回コスプレの撮影に同席をした私、読む小説を書いていることが判明し、音割れするほどの大声を出してしまうのでした。グラスの第24回はオタク談義に花を咲かせた前回の続きからになります。それではどうぞ。それではクラブスーサイド近況報告会を始めます。とりあえず右から順番に今現在の進捗状況を話してくれるかな。木曜日の放課後、人知れず再び死を願う者たちが集う。並んで座った5人の男子たちの表情は良くも悪くも変わらず。しかし瞳の色は心なしかがらりと変貌していて。改めまして。最善予防です。進捗は順調って言ったらいいのかな。なんて言ったらいいんだろう。着実に未練は晴らせてるし、死にたい気持ちもより高まってきたというか、大丈夫かなって感じです。金曜日の報告会までにどうやって自殺するか考えておきます。うわぁ、ちょっと不安そうな感じが。あー、やだやだ、別ルートで最善なんか、うまくいってなさそうなのを、こう、目の当たりにするのもやだ。なんだこれ。俺です。死にてえ気持ちは未練も込みで徐々に高まってきてる的な、懲りない自分に笑っちゃう的な、ああ、そんな感じ。現場からは以上。薄いです。僕の場合はみんなと違ってやるべきこととか、そういうのは特にないので、特に現状は変わらないです。あ、一つだけ、昨日重たい荷物持ってたおばあちゃん、荷物運び手伝ってたらお小遣いもらっちゃって、僕はもう使う予定はないから困ったけど、お菓子を買って近所の子供たちにあげてどうにかしたよ。問題ね。以上。はい、や。まぶちです。日に日にもう少しで自分は死ぬんだなと、そういう実感が増して恐怖も増しています。でも、それが逆に自分の愚かさを露呈させるというか、恐怖以上に自殺欲求は日増ししてます。おい、てめえの番だぞ、神道。あ、はい。今は、状況を説明するのは難しいんですけど、問題ないです。ふふ。え？今なんで笑って？あ、ごめん、つい。問題ないって、かぶったなーって思って。久我島くんと進藤さん。あ、意識せずに言ったつもりだったが、確かに。彼とまるで言葉がかぶってしまった。口を押さえ恐る恐る鬼の方を振り返ると、案の定地獄の形相を浮かべた鬼がこちらをすでに睨んでいる。怖いよ。やっぱり怖いよ、この人。2日前にこの顔を向けられていたなら、恐ろしさのあまりそっと泡を吹いてみんなより先に退場していたかもしれない。しかし、昨日今日の件があって、多少私の心臓にも鉄の毛が生えたのだろうか。ずっと目を合わせていたくない恐ろしさはあるが、怯えるほど怖くは見えなくなっていた。仲がいいんだね。羨ましいな。本当に思ってます？馬淵副会長。ふざけ。とりあえずは、俺だけじゃなく、みんなも順調にことが言っているようでよかった。聞けて安心した。話すこと話せて聞くことも聞けたし、もう解散しようか。あほほ、まぶちんやるね。まぶちんやるね。
いや、クルルギマジで可愛いな。ちょっとギャルいな、こいつ、ほんとに。というか、これでおしまい？なんか寂しくね、二次会に行かん？どっかで食えるようなとこで、今期のアニメの話とかして。ん？あれは別にいいけど、他のみんなはどうだろう？僕も、ついて行っていいなら。僕は、やることがあるので。行くか、ボケ。私も行けません。って感じだけど、どう？行くかい？ピエ、集まり悪、しけちゃんしょけるわ。なんか前回と違うぞ！くるるぎ、集まり悪、前編のしけちゃん泣いたじゃなかったの？そばかす印の大男が、忍びるのを見た瞬間だった。腕は、そうやな、力で惹かれる。誰かと思って見上げれば、かがじまさんだ。お前には用がある、来い。やっぱり仲いいんじゃないか。うっせえメガネ、一言多いんだよ。行くぞ。すいません。いいってことさ。まぶちパイセン。腕のリードに引きずられながら、謝らない狂犬の代わりに頭を下げる。すいません、どうもうちの狂犬が。稼働くりはさせまいと、閉じられた扉の向こうに、まぶちさんの微笑みは切れた。まぶちパイセン。まぶちパイセン、ユリが好きなんじゃなかったんですか？別にそういうなんか、こういう、恋心的な、なんか恋愛的な、なんかこの辺のことに関しては、やっぱあれ、微笑んじゃう感じのタイプの人ですか？どこへ連れて行くつもりなのだろうか。クラブスーサイドを抜け、廊下へ出たのに、以前引きずられたまま。加賀島さん、どこに連れて？仙道。はい。今日、この後暇か？それはどういう？暇ではありますけど。ガキは好きか？ガキ？嫌いじゃねえかって聞いてんだよ、答えろ。嫌いじゃないです。わかった。わかったって。ならなぜ手を離してくれない？鬼の手から逃れようと身をねじりかけた、もじりかけたとき、地獄へ向かう足がピタリと止まった。そっぽを向いてこちらを見もせずに、マスク越しのくぐもった低重低音はそれでも私の耳にはっきりと入ってきた。うちに来い。新道リンゴ。ついに鬼ヶ島へ島流し。陰室に生きてきた生産がこんな形でされるなんて。ようやく振り返って私を見下ろした鬼は胸ポケットから小さな紙切れを取り出しこちらに差し出す。右手で受け取り逃げれば白髪の鬼もとい、エンマの瞳が意味深げに夕映えして鋭く光った。ガキの面倒を見てくれ。さすがに脇くらい離してくれと彼の腕を叩くと、珍しく言いづらそうに彼はつぶやいた。いわく親は出稼ぎに出ているとのこと。こういう時、普段は自分と兄と姉が下の兄弟の面倒を見ているらしいが、上の兄弟は残業で帰りが遅くなるらしく、また、久我島さんも今日は学校に残らなければならないらしい。その間、自分と兄弟の代わりに様子を見ていてくれないか、とのこと。別に苦ではないが。しかし私でいいのかと聞くと、白鬼は語気を強めて、俺に友達がいるように見えるか、と吐いた。友達は多い少ないじゃないとは知っているけれども。そういうこと。潔く言うあたり少し好感が持てた。
紙切れに書かれた鬼ヶ島への地図を頼りに、電車に揺られ、5駅先。学校や仕事を終えた人々でやや混雑する車内は息苦しく、耐えかね途中で一度降り、息を整えて何とかもう一度乗って、揺られて降りたホームに人の姿は見当たらなかった。改札がない。やろうと思えば、キセルだってできてしまう。キセルって何？なんかタバコ的なあれのキセルしか知らないんですけど、私。駅員さんも見当たらない。券売機が1台と、縦長の細い ATM みたいなやつが1台だけ。言葉は悪いが、鬼ヶ島はこの、カス駅から徒歩12分で本当に合っているのだろうか。ここまで一っ子一人いないと不安だ。再び彼の手書きの地図を確認する。駅名に間違いはない。駅の前に商店街、右手にチャリ置き場、問題ない。鬼ヶ島は辺境の地にあるという伝承は割りマジなのかもしれない。割とマジってこと？エレベーターのない、廃れたアパートの狭い階段を登る。目指すは5階。が、2階登った時点ですでに息は荒くなり、喉奥から鉄の味が染み出し、足は言うことを聞かなくなった。踊り場というのも怪しい。畳1畳分の中間地点で思わず車間だ。久我島さんは毎日こんなえげつない石段を踏み越えているのか。ここに住んでいる人々は毎日。学校の階段だってそうだ。2階へ登るだけでもはっきり言ってしんどい。社会復帰してからのこの3日間で休まずに一気に登れたことは一度もない。そう考えると、他愛のない話をしながら登っていく同級生たちの凄さがわかる。当たり前に健康であることの強さたるや、普通の体力があることの凄さたるや、私からすれば奇妙に等しい。奇跡に等しい。別に、引きこもっていた間のことを後悔してはいない。親への悪い気持ちはあるが、正直反省もあんまりしていない。純粋に私にとって必要な時間だったと捉えている。彼女らを羨みはしないが、すごいなと思った。当たり前を当たり前にやっていける人も、それはそれですごいことなのだなと感じた。階段を登っただけで悟った気になったか、私は。思わず自分のことを鼻で笑う。よし。ならばこそ私も少しは頑張らなければ。もしかしたら人並みの生き方になれるまで100年かかるかもしれないが、それでも社会に、世界に、人の中に再び戻ることを望んだのは私だ。私自身なのだ。筋肉のない細くやわいだけの自らの足を叩く。誰も見ていないのに、一人でスポーコン漫画めいたことをした己を嘲笑し、再び鬼ヶ島への石段を踏み出した。壁に書かれた5階の文字。踊り場左右の扉の表札を確認する。右は斎藤、左は久我島。やっと着いた。よくやった、よくやったぞ、新藤リンゴ。お前は今まさに社会復帰への第一歩どころか、第300歩ぐらいを踏み出したんだぞ。やった。ヘトヘトに疲れたのに、ムカつくぐらいしんどいのに。唾を飲み込めば喉の奥が痛くて、鉄の甘い味が気持ち悪いのに。なのに悔しいかな、妙な達成感が私の胸をうずかした。ああ、本当に悔しい。なんか悔しい。うずく胸を必死に収縮させ、荒い気を整える。白髪の鬼がすでに私が行くことを兄弟に共有しているらしいが、
急に見ず知らずの女が息を荒げて体をふらつかせて鬼の領地へ入ってきたとなればみんな驚いてしまうだろう。手すりにしばらく我が身を預けると足が幾分楽になった。呼吸もようやく落ち着いた。普通に疲労は蓄積しているからうっかり気を緩めると崩れてしまいそうだが、しかし本番はここからだ。桃太郎が鬼ヶ島へたどり着いたなら何をすべきか。そう、鬼に会い使命を果たさなければならない。桃太郎の使命は鬼を懲らしめることだったが、私の使命は鬼の面倒を見ること。下の兄弟がどれぐらいの年齢かとか何にも前情報を聞けていないが、場合によっては自我の強い年代の子供を相手にする可能性だってある。やんちゃ盛りの子供を相手に夕の日暮れるまで踏ん張らなきゃいけないかもしれない。それはある意味で戦と言えよう。人のお願いをなかなか断れない、断る理由を見出せない自分の性格すら薄ら悔やんだ。大きめの玄関チャイムを一度鳴らし鬼の出方を見る。やけくそ気味に頼もうと心の中で叫んだ瞬間、重い鉄製のナビードがゆっくり開けられた。はーい。およよよよ、あなたおいくつぐらいです？あんま似てないね。一斉よくわらべが飛び出すかと見構えていた扉の向こうから現れたのは意外にも穏やかで細身の男性だった。イメージのどれとも合致しない人物の登場に思わず脊髄が声を上げる。え？って、どちら様？新藤リンゴって言います。久我島、みつきさんに頼まれて。ああ、お友達さんね。話は耳から聞いてますよ。耳いや。どうぞ、上がってください。靴を脱げ、整えて今へと通される。すいません、みつきが無理させてしまったのに、何もご用意できなくって。ああ、いえ、お構いなく。干しっぱなしの洗濯物。質素で簡易な内装。少し昔に売られていた電気機器。乱雑に置かれた雑誌。お世辞にもあまり経済的に恵まれているとは言えない環境。このお前ズルしてんじゃねえよ。ズルって言う方がズルなんだよ。その部屋の中央でテレビの画面に食い入り、躍起になっている子供が二人。小学生、中、高学年ぐらいだろうか。彼らが遊んでいるのも、ゲーム史的に見れば3、4世代前の代物だ。お茶しかなかった。どうぞ。ありがとうございます。お盆に乗せた麦茶がテーブルの上に置かれると、プラスチック容器の軽い音が鳴る。なんというか、復発の彼からは全く想像できなかった家の雰囲気だ。ごめんなさい。弟が無茶言ってしまって。あ、お兄ちゃんなんだ。お兄さんですか？はい、兄です。新藤さんの話は耳からよく伺ってますよ。あ、ごめんなさい。耳っていうのは弟のあだ名で、耳、あの感じで耳って、笑うべきところではないのだろうが。というか、よく伺ってるって？ああ、それは耳が。あ、マーニー、この人、新藤さん？かわいい！新藤ちゃん？新藤ちゃん？
かわいい。そっこら。ムックン、メロ。お兄さんが言いかけた瞬間、バーザル喧嘩を終えた様子の少年たちが食卓に走り寄り、手をついて飛び跳ね始めた。置かれた果物、カゴと、麦茶のコップが揺れ、カタカタと音を立てる。お兄さんが呼びかけても止まる様子はなく、どこか誰かさんの面影がある黒い瞳を、伏せ彼は大きなため息を吐いた。ごめんなさい。先に紹介しておきますね。こっちが三男の武蔵。小学五年生。チャス新藤さん。かわいい。で、こっちが四男のメロ。小学二年生。かわいい。君かわいいね、どこすみ。おい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 。ませてんな、このガキ。二人とも可愛いけれど、いや、そんなことより、三男、四男って、兄弟何人いるんですか？ああ、耳から聞いてなかったのか。ごめんなさい、うちは七人兄弟でね。おーいな！七？一番上が長女の空か。次男、次が次女のライチ。ライチちゃんっていうの？かっこいい。その次が僕、四男の万葉。僕の次が次男の美月。そこから、武蔵とメロと来て、最後に今はここにいないんだけど、コナンの元美。もうは今ちょっと入院してて。えげついな。祖父母の話を聞いていると、昔は十人兄弟とか余裕との話をよく耳にするが、現代において七人兄弟はかなり珍しいというか、ちょっといろいろ心配になる。すごいですね。大変ですよ。まあ、賑やかでいいんですけどね。耳に子守をお願いされたのは多分、この二人のことかな。子供扱いすんなよ、マーニー。殺すぞ。おっと？あ、もう映ってるやん、兄ちゃんの口癖。これ、ほら。よくないよ。悪影響出てるよ。早くも英才教育の片鱗を見た気がする。ダメだよ、そんな。こういうひどい言葉をお客さんの前で言うもんじゃありません。ちぃ。後でお姉ちゃんと遊べるから、ちょっとゲームして待ってなさい。大事な話するから。ちー。騒がしくてたまらないでしょう。いや、元気が一番ですから。ごめんなさい。ですね。本当なら僕だけで全然この二人の様子は見れるんだけど。僕、持病の関係で、調子のいい日と悪い日があって。だから、ミミや姉たちにも協力してもらってるんですけど。お姉様方が残業ですか？うん、どっちも忙しい仕事で。と言っても、こういうことはよくあるから、ムックンもメロも僕も慣れっこではあるんですけど。ミミのことだ。もしかしたら僕を心配して変な気を利かせて新藤さんを呼んでしまったのかもしれない。ごめんなさい。お忙しいところをうちの弟が。ああ、いえ、全然。暇だったし。それなら嬉しいんですけど。あなたのお話はここ数日になって急によく耳から聞くようになったから、一体どんな人なんだろうって気になってたんです。あの久我島さんが私の話を？それもご家族に？なぜ、彼の気持ちがわからない。私を乱暴に扱う、不愛想な鬼が。お兄さんの話を聞いても、彼の姿が頭にちっとも思い浮かばない。どんな話をしてたんですか？え？
普通にだけど、あ、都合をつけてあなたを呼んだ理由、もしかして自慢したかったのかもしれないですね。え？ミミ、自慢癖があるから、気に入っちゃったものは特に僕に逐一言ってくるんです。推しがどうとか、新作のゲームがどうとか、それかも。私、みつきさんに気に入られてます？仲いいんじゃないんですか？仲良くされた覚えなんて一秒もない。うなずくことも首を振ることもできず黙っていると、お兄さんのしわ、眉が申し訳なさそうにハの字を書いた。ああ、なるほど。理解しました。耳の悪い癖です。本当にごめんなさい。進藤さんは？耳といて大丈夫ですか？大丈夫？無理に付き合わされてない？何を心配されているのか全くわからないが、そんなことはない。逆に、私が彼を追いかけているのだ。いえ、無理なんかでは。むしろ私が美月さんのことを気になってたので。そうなんだ。ごめんなさいね。ありがとうね。ミミは本当にいい友達を持ったな。さてと、僕は夕飯の準備をこれからしないといけなくて、初対面の耳のお友達にこんなこと言うのは本当に申し訳ないんですけど、早速弟たちと遊んでやってくれますか？あ、もちろんです。すいません、お夕飯の準備をしなきゃいけないのに。いえいえ、むしろ助かります。弟たちが何かしたら遠慮なく僕に言ってください。はい。せっかくいただいた麦茶をなんとか飲み干して、彼らの待つ方向を向くと遊びの気配を誘ったのだろうか。二人同時にこちらをぐるりと向いて目を光らせる。ムックンもメロも今日は一段と楽しそうだな。だって進藤さんが来るって聞いたもん。だもん、チャンネメロくーん。メロくん、ちょっと、怖いよ、あなた。ちょっと大きくなったらすごい女たぶらかしたりとかしそう。怖いよ。無駄に古い言葉知ってんな。よろしく頼めます。了解です。ああ、お茶、ごちそうさまでした。飲み終わったコップをお兄さんに渡し、早速液晶の前で足をバタつかせる小アッパ二人の横に座る。進藤さん。はい？進藤さんってミミの彼女なの？え？か、ミミのナオン？なんだこいつ。進藤ちゃん、ミミのナオン？あ、これコントローラーね。あげる。ミミ、超ゲーム強くて勝てないから、代わりにミミの彼女ぶっ倒す。ぶた押す。ああ、これは疲れるやつだ。早くも自らの死期を悟りつつも死んでたまるかとコントローラーを受け取った。窓の外では、日は傾き、散り雲が大々に浮かぶ。白髪の鬼が帰ってきたら一通り事情聴取をすることを決め込み、年季の入った分厚めの液晶を睨んだ。ねえ、ミミの彼女なのって。おい、かわいいやんけ。ああ、かわいいね。知らないって。って、否定はしないんかい、リンゴちゃん。彼女ではないでしょって、リンゴちゃん。なんで否定しないの、それ。
なんかあわおよくばみたいな思ってんちゃうのそれ。いやまあでもお尻嫌だからな。ネキソンの中で殴り合いを始めて1時間が経った。それでもなおしつこくこの話題を出してくる。わらべの背中を叩けばケラケラと笑って跳ねる。一試合終わるたびにしつこく何度も聞かれるとさすがにやみそうだ。子供は本当に同じことを何度も何度も聞きます。悔しいが子供の前では不思議とどもらずに素で話せている自分がいるが。答えてよ、彼女さん。さっきから知らない知らないばっかり。かわいい、かわいい。ショタはいいぞ。ばっかり。ラチが開かない。このままでは鬼の大将が帰ってくるまでに私がどうにかなってしまう。あのさ、今日はなんで久我島さ、あ、美月さんの帰りが遅いの？私話聞いてなくて。逆にこちらから彼らに質問をして話をそらそう。彼らのつぶらな目を見つめ返すとコアワッパたちが私をからかう時とは少し時とは違う嬉しそうな声で笑った。ピアノの練習だよ。ピアノ？